22日から岩手県で開かれる全国障害者スポーツ大会の県選手団の結団式が20日松山市南吉田町の松山空港で行われ、監督役員を含む選手団90人が全国の仲間との検討や友好交流を誓いました。全国障害者スポーツ大会には陸上や水泳、アーチェリーなど6つの競技に41人の選手が出場します。結団式では聴覚障害女子一部で陸上100メートルとソフトボール投げに出場する宇和特別支援学校の土井葵選手が宣誓しました。愛媛県の代表として日頃の練習の成果を十分に発揮し、家族や仲間に支えられてきたことに感謝し、全国に友情と感動の輪を広げ、最後まで諦めず競技することを誓います。練習の成果、原正信副知事は日頃の練習の成果を思う存分発揮して最高のパフォーマンスを披露してほしいと激励しました。県勢は2015年の和歌山大会で6つの金メダルを含む39個のメダルを獲得しています。